welcome to another episode of Fatal Bullet. Let's get started back with Kirito Mode. Gandakoro の幹部である黒の装束の毒ナイフ使いジョニー・ブラックと、そしてもう一人の幹部赤の逆十字を染めたマントを、どうした？このままでは。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。キリト、これで終わりだ、ザザ。名前が分かった以上、すぐに共犯者もすぐ捕まるだろう。ラフィンコピーの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、ヤツの名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。ログアウト、そうだな。参ったな。モニタの前の観客はイライラして。二人で同時優勝、それができればいいけど。お土産グレネード、負けそうな人が巻き添えで死に岩にグレネードを転がすの。ほら、これあげ。And that's how it ended. And he regenerated. That makes no sense. It just showed one screen and been like, yeah, it's over. That's how it happened. But now it had to reanimate him. And then show it. いない。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がベッドの下とかに隠れてないよね。浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。進化は、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているで。大会前に話をしたよね。はあ。浅田さんは。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て、man, like、君を守ってあげるのに。You creepy, man. この黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、なんて。あいつと一緒なんだよ。新川くん、浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。動いちゃった。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。僕と君はこれで一つになるんだから。浅田さん、浅田さん、好きだ。覚えているかい、図書館で銃の子、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を、町中の噂だった。すごいなって思った。本当の強さ、愛してるよ浅田さん。愛してる、愛してる。
死な。 Kick his ass, Kirito. Kick his fucking ass. シノンさん、シノンずるいよ。勇気。でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。みんなごめん。驚いたわ。B.O.B. にシノンが出ているのを見たとき。ごめん。でも言えばきっと止められると思ったから。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。あなたが無事で。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。 B.O.B. 優勝。ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。やめてくれよ、あれは永久封印だ。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するん。もその菊岡さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは気候科からデスガンは2人いたんだ。その1人は進化は教授、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレ、そしてもう1人が教授の兄、進化は小一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ、あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの。事の発端は結構複雑なんだ。気候科から聞いた話なんだけどさ、シンカー兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は SAO 事件のこともあり、後継ぎ候補は教授になり、でも教授の成績は伸びず、だいぶそんな中でも翔一と教授、特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして進化は兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。 GGO で教授はシュピーゲル、みんなも、なんと翔一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。し、なんでそんな名前をつけたのか。さあ予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル高愛曲迷彩機能、つまり。おいおい、そんなもん聞い、私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードとウスシオタラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。進化は兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。進化は君は私が狙いだった。そして翔一は俺を狙っていた。え、じゃあデスガンの仲間が。いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。
偽りの力を持つものだってさ。記憶を封じ、目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私の。ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど。お兄さんの方はよくわからないけど、進化…いいえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい。それは強くなりたい。ただ現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジたくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。でもうまくいかなくて、彼は。だけどその根源にある気持ち。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私いつか教授君と話したい。Nice person, Shinon. リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田シノが、シノンが今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、聞こうかに伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。進化は兄弟は嘘の可能性もあるけれど、この件は引き続き機構課も追っている。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキも。じゃあアバシス。ああ、内容は極秘だから時間があるときに俺のところも。わかりました。おかしいです、このエラーは。なんだって。無理よキリト君、 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか。聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんか。そうね、私も GGO のメール。リアルの情報なんか聞かなくても。ユイ、アバシスがどうなっているか。やってみます、ストレア。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある。私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。 And I think that's the end of Kirito mode. Phantom bulletGradually, she's now completing Kirito mode. She continues to complete quests with friends and agrees if any, they will make their way to the governor's lobby, speak to them, and something wonderful might happen. What?
Alright guys, I'm gonna end part one of this episode. If you liked it, leave a like. If you want a comment, leave a comment. I'll see you in the next video. See you.